さん、はい、ジェイコムからお届け札幌ジーンズ館皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方を月曜から金曜の毎日ご紹介しております札幌ジーンズ館 .tv、 私案内人の福津京子です。そして今日のゲストはすすきのの小さな飲み屋シシドアマスターのシシド和久さんです。はい、シシド和久です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はですね、ジェイコムのスタジオを飛び出しまして、すすきのの、シシドアのマスターのお店に来ました。来ちゃいましたお店の住所とかちょっと教えてください。はい、札幌市中央区南5条西3丁目ニュースすきのビルの2階でございます。はい、2階でございます。はい、お店がですね、カウンターがこうちょっと U の字になってね、うん、面白い作りですね。はいはい、そうですね、バテの形というかアルファベットの U の字ですね。うんうん、真ん中に私が立ちます。そうそうそう、行ったり来たりされるんです。はい、お客さんとどこの席に座ってもマスターと近い近いみたいな。はい、近すぎますね。はい、よく言われます、そんなお店でございます。はい、私もあのバックナンバーの方がですね、よく飲みに行くんだよって言って評判のお店でたまに飲みに来ているお店でございます。はい、ありがとうございますありがとうございます。今日も3つのキーワードで伺っていきたいと思います。今日はこちらになります。じゃん、酒と会話と音楽とすすきの単身赴任と言われて飲食店同士はライバルじゃない。はい、今日この3つのキーワードで伺って、何のこっちゃでしょうね。ね、謎のキーワードが入ってますけれども ね、じゃあまずね、1つ目ではお店のご紹介をしていきたいと思います。はい、こちら本当にそうね、10人ぐらいかな。うん、そうですね、10席です。ね、10席ぐらい の、 あのお店なんですけれど、こちらお店ってどれぐらいになるんですか。はい、ですね、6年半になりました。6年半、はい、ね、6年半すすきので3年やったら大したもんだって聞きますからね。そうですね、よく言われますね。いやもう頑張ってますよ、意外とこう見えてこちらのお店の特徴と言われるとどうですか。そうですね、特徴というとね、僕は本当に音楽お酒が好きなんですよね。うん、でそれで自分のもう趣味をここに集めたいなと思って作った店なんですけども、はい、やっぱり音楽が一番かな。うん、ありとあらゆるジャンルの音楽をかけて、今はかけてます。うん、であと、お酒も、洋酒から日本のお酒から焼酎からいろんなお酒を置いてます。はい、食べ物はないんですけども、はい、だからバーでもないスナックでもない、多分不思議な店なんでね、うん、今飲み屋って言ってます。うんうん、私ね、もうお腹いっぱいになってから来ること多いですから、はい、ちょうどいいですね。そうですね、本当におしゃべりしに、お酒を、うん、二次会でお酒を飲んで、はい、おしゃべりして音楽を楽しみに来てるわけなんですけれども、はい、あの音楽と言いますとこちらのお店、大きな特徴がありますもんね。そうですね、毎週金曜日にこちらにあります、すすきの初ニュースタイルな流し参上という流しのイベントを、流しのイベントやって、はい、3年前からやっております。うん、はい、こちらが始まってからまたお店のお客さんも、うん、あと雰囲気、まあ、ポリシーとか、まあ、お店の雰囲気がもうどんどん変わっていったっていうことなんです、うん、変わりました ね。だからそれまでのお客さんとはちょっと違った、うん、また僕 の、 その好きな音楽とはまた違うジャンルのね、うん、流しを風間康弘さんという方にやっていただいてるんですけども、うん、はい、それで、ね、幅が広がりました。音楽の幅が広がりました。うん、あの笠間さんというプロのミュージシャンの音楽もたっぷり楽しめて、はいはい、なんならその笠間さんの演奏でお客さんが歌ったりしてることも多いですよね。そこまでいきますね。はい、笠間さんとのちょっと出会いといいますか、はい、どんなご縁だったんですか。ね、笠間さんとのご縁は、まあ、遡れば6年前に一度お会いはしてるんですけども、うん、その時は本当にちょっとした接点があって、うん、僕らが呼んだイベントのオープニングアクトで来ていただいたんですけども、まあ、その時はそれでご縁が一旦切れたんですけども、はい、その後友人があるミュージシャンを東京から呼んで、うん、その方のオープニングアクトを風間さんにするんですよっていう話を私に振ってきたんですよ。うん、まあ、そのイベント僕もお手伝いさせてもらったんですけど、はい、で風間さん、僕あれ3年前に一度お会いしてるな、知ってますよって話をしたら、うん、じゃあ連れてくるよ、うん、でそのお客様が風間さんを連れてきてくれたんです。はい、そして久しぶりに会いました。はい、で1週間後に風間さんまた一人でね飲みにしてくれたんです。はい、でちょっとマスターに話がある、うん、あるんです、うん、じゃあ何ですかって聞いたら、うん、実はすすきので自分の音楽を広めたいので、うん、どっかで演奏させて歌わせてくれる店を探してるんだと。で風間さん曰く、うん、ここの店の雰囲気はすごくマッチングしてるんで、うん、どうですかって話があったんですね。なるほど。で私も実はその半年ぐらい前から、うちの店で流し的な音楽をやりたいなと、はい、いろいろミュージシャン探してたんですけども、なかなか見つからなくってね、困ってたところで、ご縁です ね、そんなオファーじゃないですか。うん、
はい、喜んでですね、お願いしました。そうなんですって、はい、だそれまではどっちかっていうとそのシシドアのマスターは、はい、ブラックミュージックというかソウルがすごい好きだったんだけれども、ね、風間さんがいらっしゃることによって、はい、またのお客さん層ともぴったり合ったそうでね、うん、やっぱり風間さんの年齢もそうですし、うちのお客様の年齢もそうですし、だいたい40代半ばから50後半ぐらいまでの、まあ、幅があるんですけども、その方たちが喜びそうな音楽を風間さんのオリジナルもそうですし、風間さんが弾いてくれるカバーの曲もそうですし、なのですごくマッチングが良かったのと、はい、それまで僕が主に聴いていたジャンルをさらに飛び越えて、はい、いろんな世代のいろんな音楽がここで金曜日の夜繰り広げられるっていうね、はい、またまた不思議な空間になってしまいましたね、そうなんですって、うん、その風間さんは、札幌人図鑑来週のこの時間でご登場いただけることになっておりますので、すごい、ぜひ来週のこの日、そうですそうです、来週の木曜日ね、出ていただけることになっておりますので、ぜひお楽しみにと思っております。どうですか、やっぱりこの、酒と会話と音楽と自分の思ったようなお店になってるかな、はい、そうですね、ゴールはないんですけどね、うん、でも本当にもっともっといろいろ変化していきたいと思うんで、うん、今の風間さんのやってることを続けながら、はい、ちょっと違うエッセンスもね入れていけたら面白いなというふうに考えてます、うん、6年目のマスターの言葉ですよ、はい、さあそんなマスターですけれどもね、うん、なんでこういうお店をやるようになったのというあたりを、では2つ目のキーワードで伺ってまいります、はいはい、2つ目こちらになります。じゃーん、すすきの単身赴任と言われて、はい、ということなんですが、まあ、はい、明日札幌出身なんです、はい、札幌出身もっと言うとすすきの生まれなんですね。そうです、すごく近いです、はい、何屋さんだったの、ご自営業、実家は床屋です。あ、床屋さんのお子さん、ね、その頃も自営業の人しかいないですもんね。あ、そうですよね、うん、はい、まだこの辺なんか昔から庭だみたいな感じで、そうですね、もうどこ行っても友達の親とかお母さんがいたりとかね、もういつも怒られたりね、みんな知ってましたそうなんですね、はい、すすきの生まれすすきの友達みたいなところがあるんですけれども、はい、まあ、大きくなって東京の大学に来ました。もともとマスコミ志望だったそうですね。そうですね、うん、はい、本当はそのつもりだったんですけども、はい、結局滑り止め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 ぐらいの大学に入って、その夢は途中でもう諦めて、まあ、普通に大学は友達と仲良く遊んでましたね、うん、それでも大学卒業後、うん、本当は東京に残る予定だったのが、はい、札幌に帰ることを選んだ。どうしてですか。そうですね、大学3年になる直前に父親が亡くなってしまったんで、うん、まあ、東京に就職してもよかったんですけども、はい、なんとなく気持ちがもう札幌に向いちゃったんですよね。あ、うん、で札幌に戻ろうと決心して、受けた会社は全部札幌本社の会社ばっかりでした。札幌本社に戻ってきて、札幌に骨をうずめるつもりが、はい、転勤ばっかりしてほとんど本州特にほとんど関西にいましたね半分以上は割とでも転勤苦じゃなかったみたいな、ね、転勤は楽しかったですね。転勤と出張はすごく楽しかったです。だからいろんな土地に行っていろんなお客様と会って、で夜一緒にご飯を食べたりお酒を飲んだりっていうことで、はい、札幌もすすきのも楽しいけども日本中ね、いろんな楽しいとこあるんだなっていうことを学ばせてもらいました、はい、外から見るとまた札幌の良さを再確認みたいなところもありますね。で転勤って行ったっきりじゃないですか、やっぱり何年か戻ってくる、そのちょっと前ぐらいにこう里心がね、つくんですけども、やっぱり他の町のいいところを知るとすすきののいいところがまたね、これが浮かんでくるわけですよ。へー、やっぱり俺、おいらの地元いいね、うん、かなりいいねって思ってでも2回ぐらい転勤したんで、はい、あ、本当にやっぱり札幌戻ってきてよかったなと思ったらまた大阪行きなさいって言われて、そんなことの繰り返しで、でも逆にね、うん、そってもう何回も繰り返されることによって、うん、好きのが本当に好きになってきますね。そうなんですって、うん、でそんなシシドさんなんですけれども、はい、サラリーマンはサラリーマンで大変楽しんで満喫していたものの、はい、いつかはやっぱり自分で店を持ちたいみたいな夢もあったのかな。そうですね、単身、あと、40ぐらいの頃かな、うん、もうなんとなく55、60ぐらいで定年した時には、はい、まあ、セカンドキャリアっていうんですか、最近で言うと、はいはい、うん、引退したら飲み屋の親父をやりたいなと思ってたんですよね、はい、で45、6ぐらいになってどん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 その気持ちが大きくなってくるわけですよ、うんうんうん、で48の時に、うん、えいやと、うん、辞めました。で辞めてすすきので店を始めるというふうになったわけです、うんうん、もうちょっと元気なうちにみたいな感じかな。それがありましたね。48で決断って言ったら結構、はい、すごい大決心ですね。ですね、ね、遅いですよね。遅いかな、多分遅いんじゃないかな、早いかなと思ったの。いや、55でやるよりは48の方が早いけども、うん、はい、一般的な人で考えると48っていうのはもうかなりね、うん、大丈夫って、うん、ほとんどの人に心配と、ご迷惑をかけたかもしれません。
まあそういうねスタートの仕方、うん、お店のスタートの仕方だったんですけれども、はい、これまたちょっと札幌市のまちづくりの企画で最初スタートはね、はい、応援いただいたみたいでね。そうですね、あるカリキュラムがあって、すすきので新しい飲み屋のマスター、はい、ママを作ろうっていうカリキュラムがあって、それも企画があったんだって、はい、札幌市とね。もうねなくなっちゃったんですけどね、うん、でそこでたまたま2週間あるお店で研修を受けることができるという企画だったんですけども、はい、この2週間は大事だなと思って、うん、応募して面接まであったんですよ、うんうんうん、そのカリキュラムを受けるために、すすきのの重鎮のママとかね、オーナーとか観光協会の会長とか、ね、酒屋さんの社長とか6人ぐらいに面接受けるわけですよ、結構緊張しましたよ、うん、でもまあそれ受かったおかげで、うん、まあ、2週間の研修を受けることができて、はい、そこがですね、バイ一慶の本間一慶君との出会いですね。バックナンバーにいらっしゃいますけれども。そうですか、バー一慶のマスターのところに行って2週間修行した、はい、2週間、はい、楽しかったですよ。どんな感じだった、それで僕が まず何を学びたいんですかって、何したいんですかって言われて、いや3ヶ月後に店をオープンするんで、うん、そこまでの段取りを全部教えてもらいたいんですっていう話をして、うんうんうん、はい、ですぐ今のお店が何にもない状態の時に来て見てもらって、うん、でそれからまたお店に戻って2週間の研修入ったんですけども、うんうん、バーのマスターの一日の過ごし方だとか、そういったことを学んで、お酒の作り方とは一切聞かなかったです本当ですか。本当にで初日から、うん、もうそこのバー一軒のね、白いシャツにネクタイをして、ベストを着てっていう、はい、そういう格好で立ったんですけども、はい、初日からもういきなりのお客様の前に立たされました。しろさん大丈夫だからできるからって言って、まあ、お話をしたり、はい、絞りやお水を取り替えたり、お酒は作らないですから、その出来上がったお酒を持ちして、こうこうこうですと話をしたり、あとは、まあ、お客様との世間話もしする方がいらっしゃったら、はい、お話をさせていただくっていうことをね、2週間やってましたね、はい、そこのスタートの研修の場所、まあ、一慶さんとの相性が良かったそうで、はい、今でも親しいみたいですね、はいはい、仲良くさせてもらってます。お店をやってみて6年ですけれども、ちょっと最初の頃と変わったなと思われることありますね。本当に紆余曲折のいろんなことあった6年間ですけども、うん、まず変わったのってのは自分の体調ですね。体調、サラリーマンから飲み屋の親父になって、やっぱり1年ぐらいは本当に自分の体をコントロールすることが難しくて、うん、でちょっとずつ慣れてくるとまた調子悪くなったりとかしたんですけども、うんうん、はい、3年目4年目ぐらいから慣れてきて、要するに睡眠時間生活パターン真逆じゃないですか、はい、で疲れも取れなかったりっていうのがなんとなく馴染んできて、うん、で以前は最初の頃はね、家にいる時間が長かった、うん、結局ゆっくり休んで、はい、夕方に出てきて、はい、でバタバタ店を準備して開けるっていうパターンだったんですけども、うん、最近は家にいるのは本当に寝てシャワー浴びるぐらい、うん、ほんの少しで、それ以外のことは全部店でやるようにしてるんで、1日のね4分の3はすすきのもしくは店にいるんですよ、はい、でそんなことをフェイスブックで書いて、そんな生活してますよって、書いたら、あるお客様から、うん、それマスターすすきの単身赴任してるみたいですねそれでこれなんだ、すすきの単身赴任って言われるらしいんですけれども言われて、もうそうだねって思っちゃいました否定はしません、しません、その通りみたいな、うん、むしろもう、はい、ごめんなさいっておっしゃる通りって感じになりましたね。不安まりない感じだから、オフの時もちょっとその営業の時のこと考えたり、はい、いろいろ周りパトロールしてみたり、すすきのパトロールはしてますね、うん、で日曜日もほぼいます。店は開けませんけども、うん、お店にいます。うん、お店で準備したり考え事したり、まあまあ、ね、いろんなこう事務的なことをしたりしますけども、ここでやるのが一番落ち着きますね。本当にだからあれだな、こういうたれですけど、はい、自分の本当に趣味も実益も全部凝縮した、はい、オイラのお城を、ね、思ったんだなっていうふうに思います。まさに城ってこういうことかなと思いましたね。だからね、ここでよくうたた寝もしますしね営業終わった後にカウンターにこう突っ伏して、はい、意外と疲れずに快適に起きますよ。慣れちゃったんで、羨ましいな、ね、なんかそんなの ね、お城を持ちたいっていうあるじゃないですか、皆さん男だったら有名、はい、で家建てても部屋はみんな子供に取られてねとかってあるけども、うん、でも僕の場合は、まあ、家の中にある部屋はね、うん、子供がいるんですけども、うん、僕は寝るだけなんですけども、うん、ここに本当の大きい城があるん で、うん、でここに来れば音楽もあるし本もあるし、うん、
何でもあるし、連絡もお客様とすぐ取り合えるし、動き回れるしって、一番いい城だし基地ですね。へー、はい、そうなんですって。そんなわけで、すすきの単身赴任と言われて、それぐらい、はい、今オンオフないぐらいお店にどっぷりなんだよとおっしゃる宍戸さんでございます。、はい、そうです。3つ目こちらです。じゃあ、じゃあ飲食店同士はライバルじゃない、はいはい、ということなんですが、はい、まああれですね、お店ももう6年ということなんですけれども、はい、ママさんとか、はい、マスターとか、はい、そういう同業の人とのつながりはどうですか？やっぱりね、サラリーマンの時のいろんな店に飲みに行ったりしてましたね、うんうん、最近は行ってないんですけども、うん、逆に自分が好きな店っていったらいろんな方に紹介してあげたいっていうところがあるので、どちらかというと、だから、まあ、もちろん僕がお世話になった、まあ、師匠でもある一慶さんのお店もそうですし、はい、うん、彼に紹介していただいて一緒に何度も通ったいろんなバーだとか、うん、あとその後知り合ったいろんな飲食店のオーナーの店とかは、うん、むしろ僕も一緒に行ったりするし、行けなくても電話したりメールしたりでご紹介して行ってもらって、はい、あそこ美味しいから食べてきてよとか、うん、いい店だから行ってきてよ、うん、あともしかしたらうちの店に来た時に、はい、みんなご紹介したりとかしてますね。宍戸さんに来て、はい、来たお客さん、まあ、常連さん長くなってきたり、はい、このお客さんだったら絶対店好きだろうみたいな、やっぱりピピッときます。そうですね、やっぱりなんとなく分かるというか、うんうん、でほぼ間違いないと思うんですね。それはそのお客さんとの感じが僕が分かるというよりも、お店の方が間違いないことをやってるんで、うん、僕も行くっていうことがあるんで、うん、安心してお客様をご紹介できます、うん、そうなんですって。だから意外とお店同士、はい、お客さんにあそこいいよって言って紹介し合ったりとか、はい、そういうことしょっちゅうあるみたいでね。あると思います。はい、だからもっともっとそれ増やしたいなと思うんですよね。例えば私の店のこの2階のフロアには、はい、うち以外にあと4店5店あるのかな、はい、そこから全部うちは出前を取りますしね、料理がないんで。そうかそうか、はい、なるほど。お隣から両隣取れますし、はい、エレベーターフロア降りたところにもすぐ居酒屋さんがあるし、スープカレー屋さんもあるし、出前できないのは向かいのライブハウスの音楽ぐらいですね。そうですか、うん、こっちも音楽ありますからね、はい、っていうぐらいにやっぱりこう同じフロアの方とか下のお店とかね、上のお店と仲良くする、うん、で広げていくと自分のやっぱり好きなお店にお客さん行ってもらいたいんで、はい、っていうことは繰り返してやりたいなと思いますね。そういうことができるようになると、はい、お客さんもこうまた友達連れてって行ってくれたりします。だんだんこうすすきのに来る機会が結果増えるかもしれませんね、はい、うん、だって例えばうちのお店にお子様とかね、うん、奥様連れて来にくくても、うん、ご紹介したお店料理屋さんとかだったら行けるかもしれないし、そうです、ね、お子さん小さくてもそこの店個室があったら行けるとかって、うん、そういう情報は例えばタウン市とかにはなかなか細かい情報載ってなくても、僕を含めていろんな飲み屋のマスターに聞いて、ママスターやママに聞けば皆さん細かく知ってますもん、うんうん、それが一番間違いないと思う。僕ってやっぱり、ね、サラリーマンで何もねつっても何もないところで一人で始めたちっちゃい店なんですけども、はい、でも一軒さんがあったり他の店があったりって、うん、点をつなげていくことによってお客さんはその線を伝わっていくわけですね、うん、でそこにまたいろんな自分の関連性のある仲間とか連れてってもらうと面になりますよね。そうですね。で今度は年齢層が幅が広がってくると上に伸びたり下に伸びたりすることによって立体的になってくるんで、うん、そうすると、まあ、あるお店が作ったこう面白い塊、うん、うちの作ってる塊、うん、それぞれがまたうまくこうクロスしていって、うん、深みが出ていって、うん、すすきのが面白くなってくるんじゃないかなと、うん、でお店がそれぞれ盛り上がってくるんじゃないかなっていうふうなイメージはいつもね抱いてるんですよね、はい、いや私その方がいいな、確かになと思いました、うん、なんか飲食店同士、うん、はい、パイを食い合うじゃないけれども、うんうんうん、なんかそういうふうにこう取り合うんじゃなくて、そうするとお客さん増えないような気がするけど、はい、そうですね、逆にどんどん紹介し合って、うん、あそこも行きたいここも行きたいって言うとすすきのに出てくる機会が増えると思うので、はいはいはい、結果ね、うん、すごく全体的にいいような気がするから、うんうん、なんか私が思ってたよりもずっとこの飲食店同士って決してライバルじゃなくて、ないです、ないです、なんか逆にみんなで紹介し合うんだよって、はい、よく行きつけのお店の方から紹介されるというのは、うん、お客さんにとっては信頼筋からの紹介なので、はい、一番なんか確実な、うん、それは間違いないですね、ところだと思いますね。だから逆に僕はお客様からマスター今度休み日あそこ行ってごらんってお店紹介されますけども、それを僕を紹介するってことはお客様も私に対して気心を許してくれてるっていうことだと思うんで、まあ、そういうお互いのプラス同士の作用ですよ、はい、紹介して紹介されてっていうのが、そうですね、はい、一番最初のお題目がありましたけども、はい、音楽と、酒と会話、うん、会話と酒かな、でもやっぱり
会話っていうのはいろんな会話があるんですけども、そこによっていろんな人が結びついていくというところになればね、うん、はい、面白いなと、うん、漠然としてますけどね、それやっぱり考えますねぼんやりと。うん、最後に一言いかがですか。はい、毎週金曜日にですね、はい、ニュースタイルの流し参上風間康弘ライブやっておりますので、はい、金曜日の夜9時、はい、ぜひぜひ遊びに来てください。はい、今日のゲストはすすきのの小さな飲み屋シシドワマスターのシシド和久さんでした。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。さよなら。さよなら。